冷え込みました。これからタラ・リピンスキーの姿も見えますが、有力選手が続々登場してきます。後半に向かっていきます。第3グループの方々は練習を開始してください。現在の世界チャンピオンタラ・リピンスキー、これから第3組の演技が始まります。そのアメリカのタラ・リピンスキー、そしてフィンランドのアリーサ・ドレイ、チェコのレンカ・クロバーナ、3回目のオリンピック、スロベニアのモイカ・コパッチ、アゼルバイジャンのユリア・ボロビエワ、オーストリア、ユリア・ラウトゥーアと、この6人が滑ります。このあとミッシェル・クアンは第4組。タラ・リピンスキーは現在15歳です。開会式の後大阪へ行って門真市の波早ドームで調整を行ってきました。特定の選手を意識せず自分の演技をしたい、目標は金メダルという話をしていましたタラ・リピンスキー。彼女はミシェル・クアンとの一騎打ちといわれるこの大会、その意識を努めて出さないように自分で自分のペースを守ってきました。いつも一緒にデトロイトで練習をしているエルドリッジが男子シングルでメダルを取れなかった。とても残念です。彼がいつも一生懸命練習しているのを知っているだけに、今度は自分がその分も頑張りたいと話していました。昨日のことです。そのエルドリッジも応援に駆けつけています。このトッドは26歳で今シーズン限りにプロに転向することを決めています。マイケル・ワイスの姿も見えます。アメリカの選手団が応援に駆けつけています。いつのオリンピックもそうですが、この終盤に日程が組まれている女子シングル、非常に各競技の競技を終えた選手たちが応援に駆けつけて一層盛り上げていきます。まあ、いつの大会でもオリンピックの花フィギュア、その中でも花女子シングル、チェコのレンカ・クロバーナ、3回目のオリンピックで23歳になりました。なかなか長身です。1m71cm、55kg。オーストリアのユリア・ラウトゥーは16歳です。もともとロシア、ちょっと一見スルツカヤに似通ったところもあります。3年間ウィーンに住んでいまして、オーストリアの市民権を取りまして、オーストリア代表としての出場です。現在はモスクワに戻って住んでいます。この第3組にはアメリカのリピンスキー、チェコのクロバーナ、それからラウトゥーア、スロベニアのこれがコパッチ22歳、リュブリアナ生まれの22歳は大学4年生です。コスチュームは自分自身が作ったというこのモイカ・コパッチ、去年の世界選手権は20位です。ボロビエワはアゼルバイジャン、もともとはソビエト、旧ソビエト、フィンランドのアリーサ・ドレイ、ヘルシンキの大学2年生です。彼女もモスクワに生まれました。冬の競技といいますとロシアが非常にこの選手を供給する土壌があります。タラ・リピンスキーは身長が伸びたかどうかとキャラハンコーチに聞きましたら 4-11 という答えが返ってきました。4フィート11インチ、換算しますと149センチ、 149.86 ということで、およそ四捨五入で150センチということになります。
この1年間で3センチほど伸びてきました。タラ・リピンスキー、フィラデルフィア生まれ。今やったループループのジャンプが彼女の売り物です。世界で初めてトリプルループトリプルループ、ジャンプが6種類ありますが、右足のアウトエッジ、右足1本で着地するや否やまた飛び上がるというループループ。今日は彼女はその技は予定しておりません。今度のフリーでそれを披露することになっています。演技を終えた荒川静香選手が見つめます。先ほどコメントを紹介しましたが、演技を終えた選手、次へ向けてほっとした気持ちと、そして新たに他の選手の演技を見つめる、いろいろな思いが錯綜しているスタンドです。リピンスキーのキャラハンコーチ、エルドリッジのコーチでもあります。非常に普段も我々報道陣の質問に対してきちっと姿勢を正して正対して答えてくださいます。スケート選手はスケートだけやっていればいいものではない、競技人生を終えた後、実生活、社会人になってどれだけ社会に貢献できるか、ですから勉強もおろそかにできません。両立を要求します。